長沼の街が海のように見えました。雨がすごい降っていました。消防の人たちが避難してと回っていたことを今でも覚えています。5年前のあの日の光景を話す児童たち。長野市の長沼小学校で行われた防災・減災の学習発表です。地域を襲った台風災害は今も児童たちの脳裏にしっかり焼き付いています。5年前の10月13日未明に起きた千曲川の堤防決壊。濁流は堤防から1キロほどの場所にある長沼小にも押し寄せ、1階部分が浸水しました。災害以来、長沼小では10月13日を長沼防災の日と定め、防災・減災の学習に取り組んでいます。今日は地区の住民を招いて発表しました。4年生は避難所についてです。長沼小学校の周りには7つの避難所がありました。4年生が学校まで歩いていったら40分から50分かかりました。とても時間がかかるので早く避難した方がいいと思いました。6年生は防災のための備えについてクイズ形式で発表しました。台風が来ているとき間違っている行動はどれですか？正解は2です。川や用水路は増水して危険です。近づかないようにしましょう。改めて命を守るための行動や備えの大切さを考える機会となりました。避難所がいろんな人に知ってもらって災害の時にすぐ逃げれるようにしてほしいなと思いました。こういう地域に住んでるという現実をこう身をもって体験してないと次の防災の時にまた同じような過ちを繰り返しちゃうんじゃないかと思うんで、経験値を伝えていくということは非常に有意義なことだと思います。地域では住宅の再建も進み、災害の爪痕はほとんど残っていません。被災前、2318人だった人口は、今月1日現在で1947人。ここ1年は下げ止まりの状態ですが、高齢化も進み、コミュニティの維持は大きな課題となっています。Thank you.